はい、というわけでどうもマルトラです。今回はファンパレなんですけども、今日はですね、復刻したあいつについてやっていくんですけども、今日からメモリークエスト第3弾が登場しまして、それに合わせて、ハーフアニバーサリーで行われた周年五条先生のガチが復刻しました。はい、まさかまさかでしたね。1ヶ月半というね、長い時を経て復刻するとは。うん、これ結構ね、賛否が分かれてるんですけども、早すぎるやろっていう、まあそういうコメントが多分多数やと思うんですけども、まあ僕個人的に一番最初に思った感想としては、気まずかったね。うん、なんていうの、部活にやってきた OB みたいな感じで、うん、なんか全国とか行ったすごい先輩、3年の先輩が今年の3月に卒業して、一新して部活頑張っていこう言うてる時に、5月の平日の何でもない時に急にその先輩やってきたみたいな、うん、あ、先輩っていう、会えたっていう気持ちと、でもなんで来たんっていう、その気持ちが混同している状況、うん、で時間経つにつれて、なんで来たんが強まっていく、あの感情、これですわな。うん、急にやってきた OB 感が強いというわけでやっていくんですけども、まあ今日はね、そんな OB を無視していいかっていう、そういう状況ですわ。はい、中深めていくかどうかっていうのを皆さんに伝授していこうかなと思うんですけども、まあ引くかどうか悩んでる人結構多いんじゃないかなと思うんですけども、単刀直入に結論から申しますと、個人的に引いていいのではないかなと思います。はい、まあこの五条先生強いで有名なんで、強かったら引くで今回ばかりはいいんじゃないかなと思うんですよね。うん、まあこのいろいろおるんですけども、今優先すべきガチャは、まあさすがにこの五条先生のガチャになっているのではないかなとは、思うんですよ。うん、で結構ね、この、塾長とかの時とか、なんかこの辺とかでもガチャの時に言ってましたけども、まあこのガチャを引かんでもどうせそのうち強いやつ登場するやんみたいな、まあそういうのが、まあソシャゲのなんていうん、暗黙の了解みたいな感じで、うん、どうせ強いキャラ登場するから今引かんでもそのガチャが来た時に引けばいいやんっていう、もうそれどん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 更新されていくんで終わりない話なんでね、それはもう言っててもしゃあないんですけども、だからどうせそのうちこの五条先生の強い上位互換登場すると思うんですよ。ただしかし、この周年五条先生の上位互換は同じ行属性の五条先生以外に考えられないんですよね、僕は。だからその同じ行属性の五条先生が登場するんってめちゃめちゃ先やと思うんですよ。今年中は絶対にないと僕は思っているんで、登場しても年一ちゃうかなと思うんですよ、五条先生って。だから来年の多分後半ぐらいまでは更新されへんと思うんで、こいつはマジで強いで、こいつゲットしたら無限回路全然上行きますんで、欲しかったら引くでいいと思うんですけどもね。で、なんか言われてるんは、五条先生天上天下唯が独尊でしたっけ、あいつ伏黒父ちゃんと戦った覚醒五条先生が来たらどうすんねんみたいなんも言われてるんですけども、それは幻で来ると思うんですよ。同じ属性では登場させないと、思ってますんで、属性違えばもう全くの別物とこのゲーム化しますんで、無限回路が登場して属性というそこが一気に強まったんで、だからあんましね、属性を超越するキャラクターはね、まあ、あんまいないんですよ。まあそれこそ五条先生ぐらいなんですけども、まあ有利属性持っといていいことしかありませんので、だから、行属性五条先生の上位互換は今後もう長い間登場しません、絶対に、これ言えますわ。はい、
五条先生、影の五条先生いますやん。こいつリリース日初日からいるんですよ、この五条先生って。で今影属性史上最強キャラって皆さん誰やと思いますか？影属性でこのキャラおらんかったら始まらへんっていうキャラクター誰がいますか？あの火力で西宮は除いてね、西宮はサポーターなんでこいつ一旦除いて、あのとりあえずクソぶっぱするには誰から始まります？影属性って。これハーフアニバーサリー過ぎてもうすぐ1年が経過しようとしているファンパレで、今現在影属性最強って五条先生じゃないですか？これなぜかっていうと、これ五条悟やからなんですよ。やっぱりね、ここをやっぱり集英社のゲームは原作を結構大事にしているゲームなんで、五条先生より強いキャラクターっていないんですよ。まあ、そのうち登場すると思うんですけども、やっぱね、1年じゃそこらじゃ五条悟を超えるキャラクター現れないんですよ、リリース日初日からいるキャラでも。だから、この行五条先生は今年の6月に登場しましたから、だから来年の6月までは最低こいつを超えるキャラは登場しないと僕は思っております。はい、ワンチャン年末ぐらい、だから来年の年末2025年12月ぐらいまではこいつの上位互換登場しないんじゃないかなと思ってるんですよ。うん、同等ぐらいのレベルはまあ来るのではないかなと思うんですけども、露骨に上位互換は絶対に来ませんって僕は言い切れますわ、これに関しては。うん、だから引いてもいいと思います、このガチャは。うん、まあ無課金者の方とかはね、まあちょっとかなり難しいのではないかなと思う。まあその辺に関しては皆さんの意思にね相談してほしいなとは思うんですけども、今あるガチャの中ではこの五条先生がズバ抜けて強いんで、まあ塾長も強いよ。うん、この塾長も全然強いんですけども、まあこの塾長の被ダメージアップ、この塾長の被ダメージアッププラス行属性の、例えば誰やろう、誰やろな、まあ、誰にしよう、まあナナミこの新 SSR 塾長でガンガンデバフしたナナミンの最大火力と行五条先生一人だけの最大火力、これほぼ一緒なんですよ。ちょっと塾長ナナミンの方が上ぐらいかなっていう感じなんですよ。まあそれはあっちは2人なんで、うん、そっちの方がちょっと火力高いことはまあ当然なんですけども、ただ最新の SSR と今年の SSR キャラ2人対1人なんですよ、五条先生で。火力がほぼ一緒やねん。これがこの五条先生の恐ろしいところなんですよ。こい相手15万怪獣相当やで、15万怪獣相当に1人で立ち向かって互角の戦いできんねん、これ。だからこれ引いていいと思う、僕個人的にはね。なんかいろいろ言われてますわ、あれですやん、ゼロイベント、呪術廻戦ゼロイベントがなんか復刻するんちゃうかみたいなんも言われてはいるんですけども、もしまあ来たとしましょう、復刻&なんか第2弾みたいな感じで知りませんけどもね、もし来たとしましょうや、ほんで、そこでなんか知りませんけども、また乙骨と下等の、新バージョンが来たとしましょう。で、乙骨下等がないと思うけども行属性で来たとしましょう。この先生よりは弱いと思います。弱いもしくは同等、圧倒的に超えてることは絶対ない。その
乙骨と下等がもし新バージョンとして登場して、あ、こいつら行属性なんか、じゃあもう五条先生使うことなくなったな。絶対にないです。これは言い切れる。まあ、というか、もしゼロイベント第2弾来るとしても、そこで行属性キャラクターはさすがに登場しないとは思うんですけど、ここ最近行結構連発されてるんで、幻とか、幻はないか、夜とか、その辺で落ち着くんじゃないかなとは思うんですけども、まあ、もし行できたとしても、この五条先生が使えなくなるっていうことは一切ない。これ残酷なんが、ゲト、ごま油がマジで残ないね。ごま油完全にこの二人に抜かされましたから。こんなことあってはならない。周年キャラが普通のキャラに負けるあってはならないことがこのファンパレで行われたんですよ。これスマホゲームの歴史に刻まれたんですよね。うん。ただ、五条先生はそんなこと一切ないです。はい。火力なんで。大体スマホゲームって火力ってインフレしますやんか。だから、より強いサポーターを取っていった方がいい。サポーターはそうそうインフレしひんから、持ってても上位互換は登場したとしても全然使えるっていうのがあると思うんですけども、ゲとごま油に関してはもう完全に使えなくなりましたから。ゲとごま油使うぐらいだったらこのジジイ使った方がええやんっていう状況になりましたんで、だからね、そこに関してはファンパレは補助キャラはインフレするっていう、そこね、ここがやっぱファンパレ他とは違うところですね。火力じゃなくて補助キャラがインフレしてまうっていう、なんでなん。普通逆やろ、ガンガン火力伸ばしていったらええのに、補助キャラがまさかのね、周年キャラが負けるっていう、こんだけの大どんでん返しありましたけども、五条先生は早々死なないと思います。なんかね、わりかし火力を大事にしている感じがこのゲームあるんですよね、この半年間やってきて思ったんですけども、まあこのハーフアニバーサリーでこの五条先生で火力のテーブルがぐんと底上がったんですけども、ここ最近はわりかし緩やかに来てて、1周年でまたぐんと底上がると思うんですけども、1周年でもこの五条先生を超えるキャラクターは登場しないと思います。はい、登場したとしてもちょい上、五条先生が使えなくなるってことは絶対ないと思いますんで、だからぜひに皆さん、このガチャは引いてもいいと思う。第1弾は全然引いてもいいと思います。はい、第2弾第3弾の、ごま油と父ちゃんが来たら考えないとダメなんですけども、このガチャに関しては皆さんの意思と相談して課金するのか否かっていうのはやってみてはどうでしょうか。はい、あらした。